皆さんこんにちは。映像外である1年間の成果を見せられてもいまいち感動できないメイドのリコです。女神のカフェテラス8話、前回はクールイエローの母親に実家へ連れ戻されそうになったが、主人公が叱咤激励をして覚醒し、クールイエローは親離れができ引き続き同棲生活を送れることになりました。今回は一体何をするんでしょうね。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、神カフェ8話のあらすじはこちらです。6月分の給与を手渡ししたついでに主人公から、もっと稼ぎたいよな、お金欲しいよな、ということで、海の家をお盆以外毎日やるぞ。おばあちゃんの孫だからと営業許可はすんなり通してくれた。4ヶ月分の売り上げを注いで一か八かの大博打として海の家をすでに建築中だ。ということで海の家用の制服をお披露目したり、サイトリニューアルのために写真を撮ったりして楽しんだ。開店初日、海の家は大盛況だ。という感じです。アホなのかな？三浦海岸ってかなり人気な海浜浴場なんですよね。そこに新規で営業できる場所があるのかっていう問題はとりあえず置いときましょう。組合が気前よく許可してくれたってことは空いていたか、夏の売り上げがなくなってもいいからおばあちゃんに恩返ししたいって人がいたんだろうな。どれだけ恩があるんでしょうね。おばあちゃん様様で足向けて寝られないね。本来だったら営業権を購入するために数百万必要な場合もあるらしいですからね。ほんとおばあちゃんすごい。ただ喫茶店をしていたおばあちゃんとしかまだ書かれていませんが、一体どんなすごいことをしたって言うんでしょうね。町内会でも救いましたか？何か説明入れてくださいよ、制作陣の皆さん。海の家の組合の人たちから気前よく許可をもらったとしても、やっぱり国の許可は必要だからね。言っとくけど、飲食店営業許可とか衛生管理責任者とか、あとさらに海の家の営業に関わる法律や条例にしっかりのっとっていかないといけないし。おばあちゃんは役所の人たちともズブズブな関係だったんですか？そりゃあすごい。じゃあ実際どれだけお客さんが来れば黒字になるのか計算してみましょうか。はーい、ちょっと退屈なお話になるかもしれませんが、もう正直これ以上話すことないのでダラダラ話していきます。軽く調べた感じ、利益率は喫茶店でも飲食店でも同様で 10% が平均的らしいですね。海の家の建築費がいくらかっていうのは正確にはわからなかったのですが、建築、撤去含め350万から400万くらいあればいけるかもって感じです。4ヶ月分の売り上げって言ってたし、400万かかるって考えると楽ですね。月100万売り上げてるとすると、10万の利益が残るってわけです。単純に喫茶店の利益だけで海の家の建築、撤去費用を回収しようとすると40ヶ月。6月分の給与を渡したってことは今7月なんですよね。夏休み中ってことは8月だけの営業ってことかな。せめて7、8、9とやるといいのに、たった8月だけ。しかもお盆は休み。海の家だし、利益率は高いと考えて 15% としましょうか。すると、2600万円売り上げれば赤字にはならないわけですね。喫茶店の売り上げは夏は下がるらしいので、もう少し売り上げがないとダメかもしれませんけれど、それは考えないとして。とりあえずその2600万円をお盆休みを除いた24日で手に入れるには、日に108万円の売り上げがないといけないんですか。海の家の客単価は2000円っていうのを見たので、それで考えるとすると、日に540人ですか。あれ、なんかいけそうな気がしてきました。嫁たち5人を毎日出させるって言ってるから人件費はかなり高そうだけど、利益率で計算しているからこれで合ってるはず。超繁忙期だと1000人とか来るらしいですし。まあ、それをあのキャパや人数でさばけるのかっていう問題はあるけれど、案外いけそうな人数でしたね。アホではなかったっぽいです。申し訳ありません。海の家、頑張ってください。そもそもとして銀行がお金貸したんだから大博打でも何でもないんだからアホなわけはないですよね。4ヶ月分の売り上げなんてどこにも存在しないんだから借りたわけじゃん。一か八かの大博打だなんて考えている海の家になんて普通貸さないと思うんです。
回収の見込みがあると判断されたから貸したわけでして、全く大博打でも何でもないんですよ。事業計画書書いたんだよね。費用や売上がいくらかって計算したんだよね。あれ、君、実はそんなに頭良くないでしょ。さすがにありえないと思うけど、銀行員も。おばあちゃんのお孫さんだからいくらでも貸すよ。なんて言ったわけじゃないよね。それか工事費用の全額を分割後払いにしてもらったとか、そっちの方がありえそうですね。おばあちゃんガチャにとてつもなく恵まれてんじゃん。悪態つくのやめて毎日線香立てて土下座して感謝しなきゃダメじゃない。ここまで良質な土壌を用意してくれたおばあちゃんに対する態度がどちくしょうすぎますよ。いや、なんでおばあちゃん赤字経営だったの。まあ、多清楚緑は酔っ払って全裸になりましたね。気化したリキュールでさえ酔ったってことは、除菌アルコールなんか手につけただけでも酔うっていう描写は正しかったですね。正しかったけど、エロ市長清楚緑に頼りすぎ、ワンパターンすぎです。視聴者への性的アピールは清楚緑だけっていうのならこれでもいいんですけれど、そうじゃないじゃん、全員アピールさせてるじゃん。それなのに清楚緑への比重が多すぎるんですよ。やるんだったらもっといろんな方法を使ってエロ市長を見せなさいよ。そしていい加減周りは清楚緑に説明しなさいよ。誰がやったのよって疑ってるじゃん。清楚緑からしたら誰かがこんなひどいいじめをしているんだという疑いの気持ちがあるままずっと同居してるんだよ。きつすぎでしょ。疑心暗鬼にとらわれてそのうち首をかきむしって強行に走るルートが登場するんじゃない。四六時中いるのにこんな悪い関係性じゃ破綻しちゃうよ。マジで人の心って誰も持ち合わせていないんですね。家族だったら教えなよ。あとまた幼稚ブルーのヤバさが出ましたね。和菓子屋のおばさんがドスケベハイレグティーバック水着で海の家に応援しに来たんですよ。まあこの時点でおばさん無理すんな、やめとけ無理すんなって思っていたんですが、ボンキュッボンって腹筋バッキバキだったので、それは見せたくもなるかーと一定の理解はできたので納得はしたんですよ。勇気あるなーとは思いますけど。幼稚ブルーはあろうことかそのおばさんの水着を引っ張ったんですよ。あなたさ、高校生にもなって相手の気持ちに立った行動ができないとか最高なんですよ。本当に高校生、幼稚園児じゃなくって。それは一番まともなクールイエローがダントツ人気になりますよ。もっとキャラ設定はしっかり考えとこ、ね。今回の動画はいかがだったでしょうか。このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。